妹分たちの中に本当の妹がいるのって面白くないですか、うん、板野友美さんが妹分としてプロデュースするガールズ集団ロールエンジェル。モデル業やタレント業などマルチに活動していく集団です。メンバーは現在9人で、ロールエンジェルには誰かの憧れの存在、ロールモデルになる、そして誰からも愛される天使のような女性へという意味が込められています。プロデュースの経緯について板野さんは、まずロージールーチというアパレルブランドを、もう3年目になるんですけど経営していて、お洋服とかをそのプロデュースっていうか制作するのはもちろんなんですけど、女性に対してポジティブ なんかこう言葉を発信したりだとか、なんかそういうエンパワーメントみたいなこともロージールーチでは一緒にやってきていて、その中でなんかこう私が昔自分が憧れていたこの芸能界に入りたいって思ってたり、歌とかダンスをやりたいっていう女の子たちも今若い世代でもっともたくさんいると思うので、そういう子たちに向けてエンパワーメントできたらいいなっていうのがきっかけで、このロールエンジェルっていうのをプロデュースしたいなっていう。小学生の頃、ちっちゃい頃からスピードに憧れて歌手になりたいっていうところから始まって、でもいろんな人に応援してもらってやっぱ今があるので、その今度は逆の立場に立ってそういういろんな子を応援してあげたいなって思いました。私自身が今できることっていうと、板野友美っていう名前だったり、やっぱ私のことを知ってくださる方がまだいる、たくさん いてくれる中で、芸能で輝きたいとか表に出たいっていう子たち、才能を持ってる子だったりを、なんか私の名前を使ってその子たちが知ってもらうきっかけになるっていうのが、私が一番お手伝いできるところなのかなと思って、本当は才能があるけど注目されないことでみんなに見つけられずにいるっていう子がたくさんいると思うから、なんかそのお手伝いを私ができたら、なんか次世代の子たちの夢がもっと叶えやすくなるのかなっていうふうに考えました。日本一影響力のあるガールズ集団を作るため、板野さんと一緒に表舞台で輝きたい方を募集すると、およそ2000人の応募が集まりました。そして書類選考を通過した140人を対象にオーディションを実施。自己 PR やカメラテスト、ウォーキングなどの審査を経て18人が最終審査に進みました。2023年早稲田大学で行われた学園祭のステージで公開オーディションと一般投票を行い、第1期生が決定しました。オーディションの選考基準を聞いてみると、選考基準は今レッスン、そのエンジェルが一流 の先生たちにレッスンしてもらってるんですけど、その先生たち全員と私の8名、うん、で一人一人がいいなって思う子だったりを3、4名ずつ選んでいくっていう方針で選んだので、私が代表して全部を選んでるわけでもなく、それぞれの先生が各分野、歌だったらこの子かなとか、あとはなんかウォーキングだったらこの子かなとか、それぞれの分野でいいなと思う子を選んで最終決めていくっていう形でした。メンバーの中には板野さんの実の妹や夫でプロ野球選手の高橋奎二投手の妹も選出され話題になりました。妹分たちの中に本当の妹がいるのって面白くないですか、思ってて、でもなんか自分の妹たちもそれぞれ夢があったりして、でもやっぱり一歩踏み出せなかったりとかあったり、なかなかうまくいかなかったりとかあったりして、でそういう時に私がこういうプロジェクトで女の子たちを応援したいっていう中に、なんか自ら募集を見て参加してきて、で私はぶっちゃけ自分の特に妹と一緒にやるのはなんかやりづらいなって思ったりとかして、私もなその 3,4 人のいいなって思う子の中にはぶっちゃけ妹は入れてなかったんですけど、他 の先生たちにも私の妹だからってひいきしないで決めてねを言ってるけど、本当にいいなって思った多分先生たちが何人か入れてくれて、やっぱり逆に私は妹にも姉だからってそういう風にごひいきしたりはできないしっていうのは言ってあるし、でも身内だからってなんだろう、そのチャンスを与えないとかも私は良くないなと思うし、私はそのやりたいなって思う子だったり頑張ってる子に
なんだろう、チャンスを与えて一緒に頑張っていきたいなって気持ちはすごくあるので、今後も別にその身内だからとかも関係なく、なんか一緒に本当に頑張ってる子たちをのロールエンジェルとして活動していけたらいいなって思ってます。まあ、ただ妹が入ってるのはすごい私の中で面白いなって思う、うん、妹分でつけて逆に良かったなって思う。今ってそのめちゃくちゃ事務所が推してるからとか、なんかめちゃくちゃお金を出したからって売れないって私は思っていて、やっぱり世間の方に本当に評価されたり本当に応援してもらえないとやっぱり人気にはなれないと思ってるので、やっぱりその SNS とか YouTube とかもそうですけど、やっぱりみんなそれぞれが自分個人で頑張ってファンをつけていかなきゃダメだから、やっぱそこの熱意っていうかそこの思いをしっかり持ってないと、いくらこっちがプッシュしても無理だよみたいなことは言っていて、だからまずはその応援してもらえるように知ってもらうことだったり、まあ、その SNS に関しても毎日投稿したりとか毎日なんか配信やったりだとかっていうその努力っていうのを惜しまず頑張ってねみたいなことはいつも 日頃言ってます。今後ロールエンジェルと共に挑戦していきたいこと、それはキーガールズイベントみたいなものをいつかやりたいなって思ってます。そこに行ったら自分もすごくモチベーション上がったり、自分も綺麗になれる、可愛くなれる、しかも夢が見つかったりとか、なんかそういう新しいなんかことをできるイベントみたいなのが今ないと思っていて、今は想像できない新しいガールズイベントみたいな、まあ、ガールズだけじゃなくてもいいんですけどっていうのがあったらいいなって思うし、やっぱり私自身結婚とか出産を経て、でもまだまだなんか20代で10代の頃に味わったようなドキドキワクワクみたいなっていうのを味わいたいなってやっぱ思ってるから、そういう瞬間を体験できるなんか場所だったり、そういうイベントだったりステージっていうのを提供していけるなんか団体になっていけたらいいなって思ってます。